皆さんこんにちは、ゆーチャンネルです。今週末は3連休ですね。行楽シーズンで釣りに行く方もいると思うんですけど、良いパーティーが続くので、ぜひルームに遊びに来てください。それでは、金曜日からいきます。金曜日はこちらです。4ヶ月ぶりの開催となる、インテンションです。その際にゆーチャンネルに出演していただいた、ドランケンコングさんが、レジデントのパーティーなんですが、ゲストは今回はスペインの、マルタ島出身のアーティスト、ジュエルキッドさんです。はい。そしてさらに女性日本テクノ DJ の、まゆりさんも出演をして、とても豪華な内容となっております。そして今回もドランケンコングさんを、サポートしているポータブルスピーカー BIO がっていうポータブルスピーカーがあるんですけど、前回もやったんですが、なんと来場100人目のお客様にプレゼントしちゃいます。試してみましょう。はい、続いていきます。続いて土曜日はこちらです。はい、トリビュートナンバー44 Go Deeper とのこと題してるんですが、今回1年ぶりの開催となります。そしてGo Deeper と題していて、ギリシャより XDB、 そしてベルリンよりパトリス・スコットを、ゲストに、迎えています。どちらもヨーロッパではとても旬なアーティストで、まさにベストなタイミングでの来日となるので、お見逃しなく。そして VIP ではカブトさんを筆頭に、とてもいいアーティストが出演します。ラビリンスっぽい、オーガナイザーチームがラビリンスをオーガナイズしているので、ラビリンスっぽいラインナップになると思うので、ぜひテクノファン、ハウスファンの皆さんお集まりください。続いていきます。続いて日曜日はこちらです。はい、祝前日の日曜日は、フレンチフライズアジアツアー、in 東京、サポーテッドバイピークです。そして今日はなんとゲストに、メインフロアに出演する、DJ の RS ちゃんに来てもらいました。はい、どうも、こんにちは。はい、左側に、はい、RS ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうチャンネル初登場ということで、よく登場しているきょうこちゃんとかとも仲良しな RS ちゃんですが、今回、フレンチフライズアジアツアーと出していて、このフレンチフライズってどんなアーティストなんですか？まさにこのアーティストフォトドーンって感じなんですけど、はい、もともと結構ベースミュージック寄りなアーティストではあったんですけど、なるほど。でも当時からそんなにこうブイブイうるさい系のベースミュージックってよりかは、こうどっちかっていうとこう変則的な、ちょっとテクノに近いようなちょっと変わったベース系をやっていて、なるほど。でそこからもともとパリの人なんですけど、パリっぽい、パリっぽいんですよ、おしゃれな感じなんですけど、そこから、ちょっとこうだんだん四つ打ち寄りにさらになっていって、で今は結構どっちの層からもこう熱い支持を得ている人ですね。ね、結構イケメンだねってさっき話してて、女子は結構注目しちゃうところなんですね。私もこの最新の愛車なんですけど、はいはい、これ見た時に、ちょっとイケメンに来ちゃう、来ちゃうと思ったんですけど、ちょっとそこからすぐググりまして、YouTube で、ググったらちょっとふっくらしました。ちょっとじゃあこれプラスちょっとふっくらしたって想像した方が、でも持っておいた方がもしかしたらいいかもしれない。はい、しかも若干23歳ということでね、私たちは年下ですね。年下でございます。はい、はい、そして今回サポーテッドバイピークということで、このピークってどんな集団ですか？ピークは、私の、所属している集団とはまた違うんですけど、所属している集団よくわかんない。はいはい、あれなんですけど、はい、その今回もともとその彼のエージェントの知り合いが私にこうお話を振ってきて、私はこの彼 と、ウームさんをつないでくれた、ね、ような感じになるんですけど、はい、でさらにそこにそのピークっていう集団が、集団っていうかそのイベント集団ですかね、はい、
まあ、あの定期的にそうですね、オーガナイズしてくるですね、はい、が、サポートしてくれて、うん、じゃあ面白いイベントをやりましょうということで、うんうん、まあ、オーガナイズをこのピークが全部仕切ってくれてますね。はい、でそのピークっていう集団は、クルーは、なんかその DJ とかだけじゃなくて、レベルとかもやってて、らしいです。なんかまだいろいろ謎が多い集団なんですけど、なんか T シャツとかもこういろんな、今回もそうですけど、もうガイタレとこうコラボして毎回作ったり、ちょっといろいろやる。すごい感じの。で今回 DJ でもこのピークの方たちやるみたいなので、はい、はい、ちょっといろいろ話してみたいと思います。はい、どんな集団か、どんな集団か探っています。はい、はい、さらっと当日の見どころもじゃあ教えてください。はい、そうですね。もちろんフレンチフライズのプレイは本当に最近さらに研ぎ澄まされてて、はい、あのクロード・ボン・ストロークとか、うん、モートセレクターなんかもかなり評価しているような、うん、すごい大御所も、はい。そう、私自身も楽しみなんですけど、うん、ちょっとそれ以上にちょっと私事ながらあのさりげなくウームさんメイン初めてなので、ね、よろしくお願いします、はい、かなり楽しみにしてます。貴重な女の子 DJ メイン初、はい、はい、みんな踊らせるので来てください、はい、女の子結構じゃ あの集まって女の子同士で応援していきましょう。はい、ぜひぜひぜひ、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、今週末もウームでお待ちしております。